ウンベルトノビレは、イタリア王国の探検家、軍人、航空技術者。近代における飛行船設計の権威として知られ、初めて北極天上空を飛んだと考えられている反、公式飛行船ノルゲを設計した。次に設計した飛行船イタリア号の墜落事故により、空軍を退役したが、その後もソ連の飛行船開発に携わるなど研究を続けていた。 冷戦期に名誉を回復され、イタリア空軍から中将の地位を与えられたほか、ナポリ大学の教授などを務めた。1885年1月21日、イタリア王国カンパニア州、アベッリーの県のラウロに生まれる。フェデリーコ2世が1224年に建立した歴史を持つナポリのフェデリーコ2世ナポリ大学で工学を学ぶ。1906年に、 鉄道会社の電気技師として雇用されて、電気鉄道の設計などに関わるが、公式飛行船の権威である、フェルディナント・フォン・ゼッペリン伯爵に影響を受け、1911年に航空技術者に転じている。第一次世界大戦については、徴兵不適格と判断されて参加できなかったが、代わりに航空技術者として、イタリア陸軍航空隊の兵器開発に携われる。 機会を与えられた。イタリア陸軍は、井戸戦争で、世界最初の航空攻撃を実行に移すなど、航空兵器に対する強い関心を持っていた。ノビレの設計した兵器は、第一次世界大戦で活用されることはなかったものの、航空技術者としての経験と立場を固めることに成功した。終戦後は、自身の航空会社を設立して飛行船ローマを設計している。 最終的には、ノルウェーの探検家たちから依頼されて設計した、反公式飛行船ノルゲが世界で初めて、北極天上空を飛び、世界的な名声を得ることになる。1925年の秋、ノルウェーの探検家ロアールアムンセンはのびれに共同で、北極飛行を当時、未だに、どの飛行家も達成していない目標、飛行船による北極圏到達に取り組もうと、働きかける。 アムンセンはすでに当年の春、アメリカ人富豪探検家、リンカーン・イルズワースを伴いヒャルマー、リーラル船飛行士の操縦で、イタリア製の飛行船、ドルニエ・ドゥ・ジェイに乗り組み、北極点まで150回りの距離まで到達しており、北緯88度近辺で不時着を余儀なくされ30日間、表現に足止めされたばかりだった。愛犬。 キティナと、のびれのびれの N-1 型機の製造元である、イタリア国営航空機工場から1926年3月29日、探検用に、実機の提供を受ける。アムンセンは操縦はのびれに任せるべきだ。乗組員5名は全員、イタリア人を揃えるようにと主張する。この飛行船にはアムンセンが、ノルゲ号と命名、4月14日に、イタリアを飛び立ち、 イングランドのパルハムとオスロに寄港、ロシアのレニングラードを目指す。スワールバル諸島スピッツベルゲン島のニオーレスンから、いよいよ北極点へ向けて飛び立つ直前、ノルウェー北部の飛行船基地バドソウを訪れている。4月29日、やはり北極点を狙うアメリカのリチャードバード隊が旅客機、フォッカー海セブンで基地に現れ、アムンセンは落胆する。5月9日、 バード隊がフロイド・ベネットの操縦でわずか16時間足らずで北極圏上空を通過して戻ったと宣言するとアムンセンは最初に祝福した一人だった。それでもノルゲ号の乗組員は飛行計画を実行に移す。バードの副操縦士を務めたベネットは後日、実は北極圏通過は偽りであったと認めたと言われている。 翌々日の1926年5月11日、ノルゲ号探検隊は、スバルバルを離陸した15時間半後、極天上空を通過、2日後にアメリカのアラスカ州テラーに到着する。強風のため、予定していた目的地の無着陸を諦めたのであった。その当時を振り返ると、ノルゲ号こそ、北極点到達第1号になるという目標を実現していたのである。 あれから数十年にわたり、バードが5月9日に達成したという記録は、人類史上の異業として称えられてきたものの、その後、何度か信憑性を問われ、ついに、バード自身の飛行記録が発見されると、新記録として公表しながら裏付ける飛行記録に、偽りがあったことが判明している。ノルゲ号の、ローマ発のオム飛行計画はそれ自体が、航空史上、 素晴らしい記録でありながら、当時の状況ではミスミス賞賛を逃がした形になり、設計士で操縦官を握ったノビレと探検隊長でオブザーバーであり、客席に座ったアムンセンの間にやがて不協和音が生じる。ムッソリーニが政権を握ると、その意見の不一致が悪化してしまう。イタリア政府は、イタリアの技術力を懸念するためのビレに、アメリカ各地を巡る公園旅行を命じ、 アムンセンとノルウェー人探検隊員はさらに阻害された。そのようないざこざがあったとはいえ、ノビレは他の局地科学者と良好な関係を維持し、新たに完全にイタリア人が主導権を掴んだ遠征計画立案に取り掛かる。ノビレの会社は N-3 型飛行船を日本向けに調達していた。ところが、ファシスト政権内にノビレと敵対する競争相手がおり、 のびればかりか隊員まで脅されたり迫られたりする。一般大衆の人気に支えられ、のびれは当面の間、直接攻撃にはさらされなかった。次の遠征計画発表を耳にした、空軍大臣イータ・ロバルボの言葉が伝わっている。勝手にやらせておけばよい。きっと戻ってくることはないのだから、二度と煩ずらわされる、こともあるまい。霞ヶ浦飛行場に駐機する、第六航空船。 1928年、ファシスト政権からの国家援助によって新たな飛行船を設計、完成した飛行船イタリア号で2度目の北極探検を計画する。飛行船イタリア号の性能はほぼノルゲ号と同等でありながら、1927年28年に渡り局地探検の準備が父として進まなかった一員には、 個人として探検の資金集めに苦労したことが挙げられる。最終的にミラノ市から財政支援を取り付けるに至るもののジュゼッペロマーニャの圧力を受けたイタリア政府の支援は実機の提供と老朽化した蒸気機関チータディ・ミラノ号をサポート船としてスバールバル諸島まで随伴させることに限定されてしまう。今回の飛行計画ではスバルバルに向かう途中 スープスクのドイツ軍基地に寄港し、バドソーを目指す。1928年5月23日、シベリアから北極圏の島々へ69時間で到着した、イタリア号は北極点へ向かって離陸、ロビレは操縦試験探検隊隊長を務める。翌24日、北極点に到達、スバルバルに向かう途中に低気圧に遭遇する。5月25日、イタリア号は、 北東島までわずか3 0トルを切った地点で、海氷に墜落する。ゴンドラが脱落すると、乗員乗客16名中10名が、地面に叩きつけられ、ゴンドラの重量を変えた船体が上昇を始めると、残る乗員6名は降りられなくなり、その後の消息は不明である。氷上に取り残された内ポメラが、墜落し、伸びれは、足と腕及び肋骨を骨折。 頭も負傷。チェチオーニシーチオニーは両足に重傷を負った。マルムグレンは肩をひどく痛めた他片方の腎臓もやられたと推測される。ザッピザッピも肋骨を複数骨折した。乗組員はゴンドラの残骸から使えそうなものを回収し、幸い無線装置とテント、さらにまとまった量の食料品とサバイバル道具が手に入った。 すでに本人は行方不明になっていたが、船体が強風に煽られて舞い上がる直前に、越冬レ・アルルイの技師が起点を利かせ、戦場の積み荷を飛行船から投げ落としてあったのである。遭難から日が経つにつれ、生存者を乗せた海票は、ポイントブロッホ島の方角へ漂流していく。探検隊の墜落から数日後、気象学者で、スウェーデン人のフィン・マルムグレントのびれの部下のうち、 マリアーノとザッピは陸を目指して本体を離れる。マルムグレンは低気圧の接近を予測できず飛行船を墜落させた責任を感じていたこと、また負傷して体調が万全ではなかったため途中で進むのを諦めたと考えられ、同行したイタリア人2名と分かれている。この2名は数ヶ月後、ソビエト連邦の砕氷船クラ、信号に救助されるものの、2名による 気象学者の殺人と食人の噂が長く囁ささかれた。ウンベルトノビレとキティーナ16名の隊員と共に、北極点到達という大きな望みを持って出発したノビレだったが、しかし極点到達後の事故はいち早く世界中に配信され、北半球中の救助隊が動き始める。生存者たちは飛行船の無線機で SOS を発信、さらにアニリンでテントを赤く染めて、 目印とし、救助を待った。墜落の一方が伝わると、イタリアを含むソビエト連邦やノルウェー、スウェーデンやフィンランドなどの国々が、極域発の空と海の両面から、救助活動に取りかかる。個人所有の船をチャーターして、極地研究者や探検家までも参加する。ノビレとの過去の行き違いを抱えたロワルドアムンセンさえ、フランスの水蒸気 EN。 アラタム47に乗り込み救助本部に向かうが、トロムソとスバールバル諸島の間で連絡を断ち、発見されたのは、ポンツーンの機体のみで、アムンセントルネギルボを操縦し、EN、ルネギルボを並びに、他の搭乗者4名は、行方不明である。6月20日彼らは捜索隊に発見され、国際的な救援活動が開始され、スウェーデン空軍パイロットのエーナー・ルンドボル EN、 アイナルランドボーグ、立ち会い人として、シベルイチュウイスカイバーグのホッカー水蒸気が、墜落現場近くに着陸するのは6月24日である。ノビレの胸にあった救助計画では、優先順位は最も重症の男性、ノビレ自身は4番目、続く5、6番目に航海士と通信士の順と考えていた。ところが、ルンドボールイは、 飛行機の空席は一つであり、ノビレが指名した重症者は、体重が非常に重く離陸できる確証がない、ノビレしか乗せないと主張した。これには、有名人を優先したという不純なところもあったと、されるが、同時に、ルンドボルイは、救出活動が混乱しているので、あなたが先に帰って、指揮を取るべきだと、ノビレに対して、筋の通った強い進言をしたとも言われている。 ノビレは結局、探検隊のマスコットケンティティナと共に、スウェーデン・フィランド合同航空捜索本部のある EN ・ディスアイランドへ救助されたが、これは後に、ノビレに対する厳しい非難へと繋がった。この後、ルンドボルイは単独で残りの生存者の空輸に向かうが、遭難現場に着陸時に機体を破損し、残る生存者5名と共に、開票場に足止めされたことで、 のびれ一人が脱出したという印象を強めてしまった。のびれは合同航空捜索本部から自国イタリアが捜索本部を置くミラノディチュッタに移るが捜索隊の無能ぶりに落胆したと後に解雇している。他国と協調した国際捜査チームを組み自分が指揮を取るというのびれの提案は反対にあいでは自分はいっそイタリアに帰ると迫ったのびれは 軟禁状態に置かれてしまう。それでも、なお表情に残してきた生存者あるいは救助活動に関わる様々な人々に連絡を取ろうとすると、ノビレの伝信の文面は厳しく検閲された。ファシスト系のイタリア新聞から、ノビレは、臆病風に吹かれて避難したと誤報が流れる。実際に救出活動の進展が大きく遅れたことで、ノビレだけ脱出という印象を強めてしまい、また、 窮地の間柄である探検家アムンセンが捜索を志願しながら、行方不明になるなどの悲劇も、ますますノビレの立場を悪くした。開票に足止めされて48日後、乗組員の残る5名は、ソビエトの最表戦クラシン・クラソンに救出される。飛行船の機能と共に流された、乗員6名の捜索を続けたいと申し出たノビレは、生存者は全員、ローマに戻れと命じられる。 最終的に助かった遭難者は9名のみだった。イタリア合遭難に際し、1928年夏の救助に投入された総力は、航空機23機、船舶20隻、犬ぞりチーム3体である。その内訳を国別にまとめる。デンマーク、フィンランド、フランス、航空機船舶イタリア、航空機船舶リクロノルウェー、航空機船舶リクロソビエト連邦。 航空機船舶,舶スウェーデン、航空機船舶アメリカ、一般に戦術の批判から公職追放を受けたと考えられているのびれであるが、実際には帰還したイタリアでは生存者の帰還を素直に喜ぶ声が多く、大歓声で迎えられるなど責任問題については話題に上らなかったという。ファシスト政権も各国政府に謝意を表明しつつ、のびれ隊の帰還を歓迎する姿勢を見せている。 にもかかわらず、ノビレが失脚したのは、計画に対するファシスト政権への不満を表明したためであり、政治的失脚という側面が強いと見られている。ともかく、ムッソリーニと反目したノビレは、イタリア空軍と他元は勝つことになった。1929年、ノビレの責任を強調する政府の調査報告に納得できないとして、順庄の職務を辞し、空軍を退官した。 1931年、ソビエト連邦の招致を受けて国外に家族と移住する。ソ連でも飛行船に関する空軍技官として待遇され、ソビエト空軍の飛行船開発において大きな関与を持った。1934年、ソビエト空軍としては最も成功した飛行船であり、ツェッペリングの対空時間記録を破った SSSRV6 オソアビアヒムを設計している。 1939年、アメリカ合衆国からの招致を受けて、ルイス大学で教弁を取った。同年のうちに、第二次世界大戦が起きると、アメリカ市民権は取得しなかったが、そのままアメリカ滞在を継続する。1942年5月に、一旦ローマを経由して、スペインに移動。翌年に連合軍がローマを占領すると正式に、帰国した。1945年、 イタリア空軍はノビレに対する批判は公平ではなかったとして名誉回復を決定した。ノビレは退役時の空軍少将としての身分を再び与えられて空軍復帰を果たし、ついで中将に名誉昇進した。晩年は母校であるナポリ大学の教授として過ごし、1978年7月30日に93歳で死没した。ありがとうございます。